この誕生日ケーキ私に？ありがとう。もしかしてこれ二人で手作りしてくれたの？うん、私と日和で作ったんだ。ユイにはいつだって助けられてるから、せめてものお返しだよ。誕生日おめでとうユイ。そんな私だっていつも助けられてばっかりで、ごめん。せっかくお祝いしてもらってるのに嬉しくて泣いちゃいそう。岸くんも本当にありがとうね。みんなに祝福してもらえて私最高に幸せだよ。大事に味わって食べるね。いい感じに描けたね。でもこの絵ってずっとランドソルに残るんだよね。それはちょっと恥ずかしいかも。平気だよ。ゆいちゃんもレイさんもすっごく上手だもん。まあ私もちょっと照れくさいけど。みんなで心を込めて描いた絵だ。胸を張ろうよ。この絵がいつか私たちの支えになってくれるかもしれないね。岸くんから誕生日をお祝いしてもらえるなんてとっても嬉しいな。いつもありがとう。いつも助けてもらってるのは私の方だよ。こちらこそいつもありがとう。岸くんからのプレゼント大切にしまっておくね。あ、そっか、食べ物だから取っておくわけにもいかないよね。あ、そうだ、量も多いし、その岸くんも一緒に食べてくれない？いいの？ありがとう。すごく嬉しいな。